なんかポーズ撮ってもらえる？ポーズってある？ありがとう。はい、ここが新しい飯塚市の総合体育館になります。すげえでかい、でかいわ。でアリーナ席もあるということで、2階はですね、フィットネスが誰かやられてますね。あったり卓球場とか、弓道場、ちょっと先ほど見てきたんですが弓道場もありました。でここ飯塚市の陸上競技場跡になるのかな、グランドの方も外にはあるんですが、今年から、運営が始まった新しい体育館になります。収容人数の方は1500人ということで、今までのあの体育館とは、選挙もここであるんかということは、すごいあの大きいキャパの箱ですね。こんな感じで会場作りはですね、選手スタッフと一丸となって自分たちで用意をされるそうです。で会場の方もすごい天井高いでびっくりしましたね。やっぱ市の体育館といえば上の鉄骨とかにねバレーボールとかが挟まってなんぼやろうみたいなイメージなんですが、朝一ですね、実はこの日僕たちはあの寝坊をしまして、まあ、用意が遅れてたんですけれど、まあ、あの猟犬 YouTuber のよりよりを呼んどいて1時間待たせてしまいました。ごめんなさい。今日よろしくお願いします。はい、こんな感じで、外は今日は土砂降りの雨の中土砂降りやねけどすごいありがたいね、ここ屋根の下よけ。今日はあのキッチンカーが2台来てます。たこ八さん、そうたこ焼き専門店かなと思えばチュロスとかと、かなちゃん来てます。お願いします。クレープだけ食べ来る人を殺到するかもしれない。クレープだけ食べ来る人もね、いつもの人は来るかもしれない。ホームが近いもんね、考えたらね。遠くの方やったらここで最高クレープが食べれるうちになってみんな来るやろ。近すぎるね。10分以内で
あ、そうなの、そうね、9分やった今日、出張クレープ9分です。9分前のもしかもバナナセンターあそこであのいつだったかな、それ5時ぐらいされてるのか。あ、そうですか。あの文字のネタの展示のあ、そうですね。あの、あ、髪整える前のバッテンさんに声かけてよかったよ。いやいやいや、そんな整えない。大丈夫ですか。すいません、ウォーミングアップ中によろしくお願いいたします。僕の方はあのプロの YouTuber の撮影風景を裏側イノシシを狙うがごとく。13時開演なのにもう朝の9時、まあ、僕らが来た時すでにもう30人ぐらいいたんで7時ぐらいからおられたんかなと思いますが、すごいファンの方たちでした。でそんな待ってるファンを楽しめようと、スタッフさんのメダカ屋さんがいたんですね、こたつのメダカ屋さん、はい、ミー部長はよりよりのライブに出演中です。今公開顔真をしてる。さっきインタビューしたのが、バッテンブラブラさん。お、強そう。いや、キモそう。キモそう、キモそう。見てくださいよ、この顔。すごいね。キモい。キャラや。いや、さっきむっちゃね、イケメンやったよ、練習しようとき。いや、それ多分あれですよ、まだ。それ、偽りの姿っすよ。偽りの姿なんですか。アレクサンダーさん。縦で撮りよった。阿蘇さんが気になる。阿蘇さん、阿蘇さんもね、優しいけどね、喋りかけづらいよね。阿蘇さんさん、阿蘇さんさん、よろしくお願いします。すごい募金が、台湾沖地震の義援金やってるんです。じゃあ、チコクラフト募金もう入れていい、時間、はい、受付時間あるんですか。あ、大丈夫、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ台湾頑張ってください。今日は九州プロレスチコ方元気祭りに来てますぐらいです。おはようございます。よろしくお願いします。すごい綺麗になってテンション上がりますね。なんかね、うろ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 やってしてるんですけど、弓道場が中にあるっちゅうのが斬新やなと、ね。はい、開演しました。今ね、あのファンクラブの方が先に優先に入っとるんかな。で、グッズの販売と。先にあの先行で会員の方があの入ってますね。で、今日の筑豊元気祭り2024倒産で、なんと筑豊ホップのクラフトビール、筑豊クラフトビール、むっちゃ長いの入れてもらえた。ヤゴ長、ヤゴ長ね、ビールって知ってもらわなくちゃいけないなので、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。これは無言の中で見てください。筑豊のクラフトビール、筑豊のクラフトビール、ありがとう、九州プロレスの。この九州プロレスの恋客の、恋ファンの。いや、僕の夢が叶いました。叶った。どんだけ好き、家族みんなでプロレスファンということで。協賛してもらえる今回プロレスができるんで、ね、これなんですよ。ありがとうございます。このやっぱ地元のファンの熱意が、
実現につながったということで、はい、商工会議所、ユーオンユーさんがあります。あ、丸高ラーメンさんも、丸高さん、はい、え、バッテンさんの T シャツすごい、バッテン魂で、バッテンさんのファンなんですか。はい、あ、さすが、すごいな、みんな熱量がすごいね。子供に人気っていうのが知らんかった。リボンつけたんだ。で、あの某高級菓子メーカーの、部長がその中に入れたら挑戦します。違う、はい、商品お勧めのお客様、こちらでお会計いたします。はい、お待ちください。やった、やった。これ誰？バッテンさんやない？誰とか言いなさいよ。あ、違う、佐々木板丸さんの。板丸さん、イエーイ。ガチャガチャ。そしてこれがリングの花道っちゅうんかな、これ。花道かな？あ、花道だ。減りました、減りました。もう一個つけ、ありがとうございます。ホットキャストさんの番組のシールだって、お店にも話してもらおう。え、マジですか。はい、あ、じゃあもう10枚ぐらい、10枚ぐらいあるんですか。あ、との、あ、そうです、どうかな、はい、よろしくお願いします。回ってるんですか。回してます。 YouTube で今日許可もらってるんで。はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、会場の様子を。あの、熱烈なファンに引き込まれてしまって。武蔵さんも熱烈ファンなんで。そうなの。プロレス大好きで。それも、あ、なるほど。はい、どの団体も。あ、じゃあ今日はもうプライベートで来られたんですか。おお、プライベート。水川まで。浦田駅から20分歩いて。しかも浦田駅マニアックやん。浦田駅初めて来ました。初めて。そんなことないと来ない。浦田駅。日頃は劇場とかでやられてるんですか。でも朝からラジオ1本あって、うん、あ、ラジオ1本あって、そうなんだ。いい選手の方が来ていただいて、博多吉本って劇場なんていう場所にあるんですか。ドームの横で、あ、ドームの横で、いいぞっていうビル、7階にある。7階に、はい、そこを今日はもうぜひとも応援させていただきます。ハブ選手、あ、ハブ選手が大好きで。あ、なるほど。今日その単語が出ないし、僕らまだまだ、えすげえ、連帯戦で90プラスはもちろん、むっちゃなんか吉本芸人さんを応援しようって来たら、むっちゃもうプロレス夢中やね。応援する。ファンとして、ファンとして来たんですね。はい、よろしくします。じゃあ、はい、ありがとうございます。後輩のゆきや。あ、吉本興業2年目のゆきやと申します。ゆきやさん、イケメン、むっちゃイケメン。めっちゃイケメン。すごい。はい、ありがとうございます。見たことなかったんですけど。あ、なるほど。興味あるって言ったら、それで来ました。なるほど。はい、どうでしたよ。その T シャツがこの T シャツになることを。確かにね。もう来年変わ、次回は変わそうね。今日は次は変わってますね。はい、九州プロレス。次、北九州。次はどこか宮崎とかで、まあ、福岡はないけど、8月の4日に。ね、はい、国際センターもあるし。もう、もしかしたら次回の時はこう全身バッテンになってる可能性が。今日バッテン選手、トリコになるかどうか。あ、トリコな、どうかっていう。
なるほど、まあ、楽しみで髪の毛も半分半分全部芸風に影響出る芸風に影響が出る。ありがとうございます。いやどうも、はい、お願いします。はい、もう朝の遅刻して緊急で動画回してますはもうカットで、もうせっかくやけこの雰囲気からスタートして、まだ始まってないけど、今日は、飯塚市新総合体育館で、九州プロレスの観戦に来ております。YouTube やるよ。 YouTube やってます。TikTok やってるの、今度出しておいちゃん。今日はチクボクラフト協賛ということで、スポンサー企業として応援することになりました。うん、YouTube に。これ。なんとか。Thank you.
それではここまでお送りしてきました筑豊クラフト YouTube チャンネル、試合の詳しい情報はですね、ぜひとも九州プロレスの公式チャンネルの方でご覧ください。また九州の漁師よりよりのチャンネルでもよりよりのが撮影したバージョンの動画がございますので、ぜひとも遊びに行ってください。それでは皆様、本日もご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。新規就農チャンネルということで、農業の情報や、機械の修理、DIY など、あと街の情報、何でも配信しているんですが、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。